8月の有効求人倍率は1.29倍で前の月と同じ水準でした秋の行楽シーズンへの期待から飲食業などの求人数が伸びているということです厚生労働省によりますと仕事を求める人1人当たりの求人数を示す8月の有効求人倍率は前の月と同じ1.29倍でした宿泊業や飲食サービス業は コロナ禍で求人が少なくなっていましたが規制の緩和で観光客が増加したことや秋の行楽シーズンへの期待感から求人数が伸びています一方建設業や製造業は物価高の影響で原材料費や光熱費の高騰が続いていることなどから新たな求人が出せない状況だということです厚労省は物価高騰が雇用に影響を与えているので引き続き注視していくとしています